確かに初めましてだけど、初めて会った気はしないな。ずっとどこかでつながっている感じがしてたからね。君も気づいていたんじゃないか。君の人生はとても興味深い。過酷で危険で、とても平穏とは言えない人生だ。どうして君は旅を、冒険家を続けるんだい？ああ、そうだったな。僕もよく知っている。火を灯さなければ消えることはない。何も決めなければ傷つくこともない。でも君は、命が燃え尽きるその時まで、こうして旅を続けるだろう。挑み、傷つきつつも夢を叶え、希望という明かりで周囲を照らしながら。安心したよ。君に頼みがあるんだ。できれば一緒に行きたかったけど、この体はどうやら限界みたいだ。でもここで終わるわけにはいかない。冒険はまだ続いているからね。だから僕の魂と力を一緒に連れて行ってくれないか、アドル・クリスティン。目が覚めたか。大丈夫か？まだ意識がはっきりしないようだな。ここは監獄内にあるゾラの錬金研究所だ。居心地は良くないが、そなたの処置はここで行うほかなかった。それよりも、アドル・クリスティン、そなたと話すのは初めてになるか。ああ。どうやら自分に何が起きたか分かっているようだな。さすがは赤毛のアドルといったところか。スミノフ殿。冒険家アドル・クリスティンとそのホムンクルスである赤の王、今の君には二人の魂が両方とも宿っているはずだ。まあ、もともとは一人の人物だから、一人に戻ったと言うべきか。赤の王の力と意識を受け継いでいるのは実感できるか？そんなことが。錬成時における魂と魂の対話か。それは興味深いな。スミノフ殿はゾラの助手だが、ゆえあって今は協力してくれている。彼が君たち二人の魂を一つに錬成してくれたのだ。すまないが、赤の王を救うにはこれしかなかったのだ。いや、てっきり責められると思ったが、君も不思議な若者だな。どうやら彼は問題なさそうだ。準備を始めた方がよかろう。うむ、そうだな。うむ、皆が揃ってから説明しようと思っていたが、どうやらちょうどよかったようだ。よかった。成功したんだ。ふん。はじめまして。ですね。そっか。本当のアドルさんには、
初めて会ったことになるんですね。へえ、本当に父さんがそんなことできるなんて。まあ家での成果ってとこだな。いずれきちんと話を聞かせてもらいたいね。とにかくアドル君とはいつも通りでいいってことでしょ。よかったです。ええ、安心いたしました。で、話ってのは一体何なんだ。ああ、まず本題に入る前に話しておくべきことがある。他ならぬ私たちホムンクルスを作り出したゾラのことだ。奴はそもそも何者だ。あんたの知り合いのようだが。あの人は、いや、錬金術師ゾラは彼は百年戦争でロスビータ様の副官を務めた青年貴族でした。羽もな、記憶が戻ったの。ええ、この部屋を見た時から少しずつですが。副官ってことは昔から知り合いだったんだ。そういや、例の絵にも聖女の横に男が描かれてたな。今はガキのなりをしているが、もしかするとあれがそうなのか。ああ、あの戦争は神々の代理戦争でもあった。グリアは主神グリムニルの、ブリタイはルキの加護を受けていた。だが人間たちの戦火はやがて神々の世界にも飛び火した。グリムニルとルキ、神々も二つの陣営に分かれて相争い、ついにはグリムニルがルキと差し違えたのだ。それってまさにノース教に伝わる神々の黄昏じゃないか。うむ、あの戦争がきっかけとなりグリア土着の神々は滅び去った。神様が。でもそれじゃあグリムワールドは。神々がグリムワールドの魔物を浄化してたって話だよね。神々が去ってもグリムワールドは人々の感情から魔を生み続ける。人は自らが生み出す魔物を自分たちで処理する必要に迫られた。ところが百年戦争を通してグリアの人心は大いに荒廃し、そこから生み出される魔はもはや人の手に負えなくなっていた。どうなったの。そこに登場したのがゾラだ。彼は私の処刑を軍を辞して故郷に戻っていたが、やがて取り憑かれたようにあるものの研究に没頭し始めた。あ、それが錬金術ってことね。でもどうして急に。わかんねえのかよ。お父様は上官として、そして女性として慕ったロスビータ様を蘇らせたかった。そのために領土と財産を投げ打って錬金術の研究に心血を注いだのです。よく寝食を忘れて研究室に閉じこもっておられました。そうして生まれたのが。ああ、この私というわけだ。そんな悲しい理由があったんですね。ちょっとびっくりしちゃった。そしてゾラは錬金術師として再び公式の場に姿を現した。グリムワールドに苦悩するグリア王家にある提案を行うために。まさか夜に対抗するには武と地に秀でたものが常に必要とされる。何せ神々の代わりを果たすのだからな。そこでゾラはホムンクルスの戦士を作り出すことを提案したのだ。万策尽きかけていたグリア王家はこれに飛びついた。ふん、そういうことだったか。知っての通りホムンクルスを作るには材料となる人材が必要だ。王家が候補を募るとある者たちがこれに応じてきた。
そう、私と共に百年戦争を戦った両友とも言うべき存在、そなたたち、すなわち研究棟に保管されている英雄たちだ。かくして彼らのホムンクルスが密かに魔を狩り、王国の平穏は保たれることになった。そして数百年を経て今に至るというわけですね。ああ、戦士が傷つき倒れれば次の新たな戦士が作られた。ゾラも自身のホムンクルスを作り、魂を移し替えながら研究を続けた。そして戦士の異能を発現させ、この地に縛り付ける仕組みを実現した。それが私たちの呪い。そうだったんですね。でもどうして僕らを普通の家庭や孤児院に預けたの？僕たち以前のホムンクルスもそうやって育てたってこと？いや、昔は私とゾラがホムンクルスたちを育てていた。しかし15年ほど前にゾラが忽然と姿を消したのだ。ちょうど前任の戦士たちが力尽き、そなたたちは戦うにはまだ幼すぎた。そのため私はグリムワルドに一人で立ち向かうことにした。申し訳ないが、そなたらを町の者に預けるしかなかったのだ。そうだったんだ。たった一人で。その結局ゾラさんは今までどうしていたんでしょう？当時研究を続ける中で新たな発見をしたと言い残している。彼の言う最後の研究、今もどこかで進めているはずだ。もう一つわからねえことがある。あんたの存在だ。聖女はブリ大軍に騙され火炙りにされて死んだはずだ。あんた一体どうやって作られた？確かに僕たちは本人の体が残っているけど、お父様が錬成できるのは物質や肉体だけではありません。人の魂ですら錬成することが可能なのです。そういえばそんなこと言ってたけど、彼の研究によって最初に錬成された魂がこの私なのです。そして私をロスビータの遺品である人形に定着させました。え？それは、ええ、思い出した時は私もさすがに驚きました。でもそれには理由があったのです。私を見守り続けた人形に魂を与え、私に関する情報を得るためだ。そしてその魂から得た情報と一房の遺髪から私が錬成された。え？記憶から存在を再現できるってことか。それって人に許された領域をもう超えてるんじゃ？私たちやアブリリスさんが作られた経緯は分かりました。でもそれじゃあアドルさんは？ゾラの言う最後の研究に関係してるみたいだけど。それは私にも分からない。だがアドルの冒険家としての豊富な見識を欲しているとすると、まさかこれまで監獄で見た未知の魔物たちや古代種の存在、もしかするとアドルさんが過去の冒険で出会ったものでは？マジかよ。そんな予感はしていたが、やはりそうであったか。大丈夫でしょうか？あ？このままゾラさんを放っておいて大丈夫でしょうか？私も本意を問いただしたいが、彼の居場所は用として知れない。それに今この時期にはもう一つ対処せねばならないことがある。
大所って何のことかしら。間もなくバルドゥークは百年戦争の戦勝記念祭を迎える。それってロスビータが皆さんがバルドゥークを奪還した日を祝うお祭りですね。実感ねえな。そりゃね、もうそんな時期か。でも記念祭がどうかしたの？時を経てなおも百年戦争がこの地に残した傷跡は深い。例年その日は最大級のグリムワルドの夜が顕現する。最大級ってマジかよ。戦勝記念日って確か3日後だよね。あまり時間はありませんね。ゾラのことも気にかかるが、今は夜への対応を優先したい。一旦そなたたちは町へ戻り休養を取った方がよかろう。確かに心身ともに疲れ切ってるかな。いろいろありましたから。正直まだ気持ちの整理もできてないしね。私はこれから夜やゾラの動向を調べに出かける。もし分かったことがあれば私から連絡を入れよう。それまでは皆しっかり体を休めておいてくれ。Thank you.
待ってください、アドルさん。あれ、アドルさん、おはようございます。あ、私寝ちゃってました。すみません。でもよかったです。アドルさんが一人でどこか行ってしまう夢を見て、でも目が覚めたら目の前にいてくれて。それは、あ、いえ、キンクで倒れた時はびっくりしましたけど、アドルさんは呪いが解けたら町を出るんですよね。私も呪いを解くため頑張ってきたはずなのに、ゾラさんにもう戦う必要がなくなるって言われた時、私嬉しくなかったんです。呪いはアドルさんと合わせてくれた魔法みたいなものかもって。それが消えてしまうかもしれない。急にそんなこと考えちゃって。すみません。魔法なら消えればいいのに。落ち着けません。こんな時に居眠りしたり、あんなこと言っちゃうなんて、私の気が緩んでる証拠です。気合を入れる時は頬を叩けってドギさんが言ってました。よろしくお願いします。そうじゃなくて。でもアドルさんらしいです。私やっぱり動揺してたのかもしれません。アドルさんが倒れて、お姉ちゃんがさらわれたりして、自分がホムンクルスだと知ってまだ受け入れられなくて。だけどもう下は向きません。それがお父さんがやっと認めてくれた、アドルさんと出会って手に入れた私自身の強さだと思いますから。最後まで一緒に頑張りましょうね、アドルさん。アドルさん、
それで話っていうのは何なのさ。くだらねえ内容だったら引っ張り出して日干しにするぞ。まあ落ち着くがよい。わしが話すのはそじゃな、お主らとの約束についてじゃよ。約束ですか？私たち何か約束したかしら。もしかして過去の皆さん、百年戦争の英雄たちと約束をしているということでは。さすがモネチン、さしがいいな。わしは本来ノースの主神グリムニル様から使わされた精霊での、阪神や他の精霊たちと一緒にグリムワールドを戦ってきた存在なんじゃよ。しかしグリアが聖国教に改宗してからは精霊信仰が薄れての、今もの漁師たちに好かれておるわしだけが生き残ることとなった。そうか、ノース教の衰退と一緒に精霊も消えていったのか。そしてお主ら人間はわしらに代わって戦い続けるホムンクルスを作り出した。まあ正直わしら追い出しといてお主ら何なのちゅう気がせんでもないが、お主らが何代も何代も死を繰り返し、あの聖女の慈しみが心を閉ざしていくのを見るうちに哀れに思えてきての、ある時わしはお主らの前に姿を現し、一つの約束をしたんじゃよ。もはや大した力など残っておらぬが、せめて代々のそなたらを見守ってやろうとな。そうだったんだ。その約束を何百年も守って、私たちの前に現れたのもそういった理由だったのですね。相変わらず得体の知れんやつだが、律儀なことだな。あの、ありがとうございました。今までの私たちもきっとモルビアンさんに感謝していると思います。いいんじゃよ、今のわしほとんど何にもできんし。最初はどうなるかと思ったが、今のお主らは本当にいい顔になった。ただ使命を受け継いだのではなく、あくまでお主ら自身の生を歩むことで、赤の王と出会ったことも含めて彼も巡り合わせだったのかもしれんの。あ、そうじゃ、そういうわけで初代の連中から預かり物があってな。ほれ、これじゃこれ。これってまさか百年戦争時代の。なあ、せいぜい役立てるがよい。そして明日も元気な顔を見せてくれ。モルビアンとの約束じゃよ。
お前か。取引の依頼か、要件を聞かせ、ではな。アドルさん、今日もガンガン働きますよ。じらさないでくださいよ。いつでもお待ちしてます。アドルさん、ねえねえ、バイバイ、また来てね。そうですね。そんなに警戒しなくてもいいわよ。今日は何も仕込んでないから。ねえ、例の宝石覚えてる？改めて鑑定したら紛れもなく100年戦争時代のものだって分かったの。お宝の隠し場所も確かめられたし、今日は前祝いよ。もう何言ってるのよ。あそこには紛れもない本物のお宝が眠ってるのよ。必ず方法を見つけて手に入れるに決まってるじゃないの。あら、あなたに言われる筋合いはないと思うのだけど。いけないことと知りつつ、それに惹かれずにはいられない。私たちは似た者同士、そうでしょ？ねえアドル君、聞いてみたかったことがあるの。もう一人のあなたの存在を知った時ってどう思ったの？今の自分も偽物かもしれない、そう考えちゃったりしないのかしら。今自分は本物のアドルだって自信を持って言えるの？自信があるのね。
いいえ、そうじゃないわ。でもそういうものなのかもね。最初はただお金のためだった盗賊稼業もそれだけじゃないって思えてきた。1ゴールドにもならないスリルを求めて楽しんできた私も間違いなくいるんだからアドル君、私あなたに改めて興味が湧いてきちゃったかも。ねえねえ、今までどんな冒険をしてきたの？せっかく手に入れたすごい武器やお宝をあっさり手放しちゃうって噂は本当なの？だったら今回は私に譲ってちょうだいよ。闇市場で高くさばいてあげるわよ。ええ、いらっしゃい。はい、どうぞ。これはとっておきなのよ。他にもお大事にね。よーし、またいつでも言ってください。またいつでもどうぞ。
よ。おっと、確認させてもらうぜ。すげえじゃねえか。持って行ってくれ。お疲れさん。アドルちゃん。Huh?